台湾鉄路管理局 EMU200 系電車は台湾鉄路管理局の交流電車である。EMU100 型の増備として製造され、自強合用として使用されていたが2003年に EMU1200 型に改造された。EMU100 型によって運用されていた自強合は乗車率が非常に高かったため増発の要望が多かった。大鉄では その要望に応える形で、新たな自供応用車両の導入を検討し、1987年に製造されたのが EMU200 型である。製造したのは、南アフリカ共和国のユーシット社で EMU100 型の電動車1両、付随車3両、制御車1両の5両固定編成から、電動車1両、付随車、制御車、各1両の3両固定編成に変更された。 これにより EMU100 型では5.1015両編成しか蘇生できなかったのが3.69.1215両編成を蘇生可能となったためより柔軟に旅客需要への対応が可能となった上 EMU100 型と比較して編成中の電動車の比率が増えたことから加速性能等は EMU100 型よりも改善されている車内設備は EMU100 型と同様である。1994年には事故により2両が廃車され、全31両となった。長らく原型で運用されていたが、EMU100 型や EMU300 型と比べて、故障等が少ないことなどから、引き続き使用するために更新修繕を実施することになり、2003年1から7月に改造を実施、EMU1200 型となった。 ありがとうございます。